お疲れ様です。今日ですね、現環境デッキトップ5やっていきますということで、僕が勝手に選んだおすすめをね、ランキング形式で紹介していこうと思います。では早速第5位こちら、チェンスケラ君です。はい、ということで、まあ、ずっと強いです。ずっといるね。まあ、この先何があろうと多分チェーンスケラはクラルハから消えないと思うので、まあ何のデッキ使おうかなとか悩んでる方には非常におすすめかなと言ったところでやっていきます。で、なんか形もね無限にあるんですけども、最近はアイスイズベビーがちょっと多いかな。ちょっと前はフェニックスだったんですけど、まあ俺はフェニックス型結構好きなんですけどね。なんだかんだちょっとぶっ壊れフェニックスがまだ馴染んでるのでフェニックス好きなんですけども、まあ最近だとスケドラがはいちょっといるだとか、またロケコとかね、あの辺にもロケット欲しい、めっちゃいます。今あの辺にもやっぱベビドラが優秀、かつ意外とロケコのデッキってスケラに弱いんでっていうのもあり、さあチェーンスケラはランクインしました。はい、ということで、まあ、基本的に守ってスケラ打つ、それだけですね。攻めてから守るというよりかはもう守ってスケラ打つ、はい、それ徹底でいいと思います。これワンチャンキング起動できるかな。はい、こんにちは。でこれもし相手がたまたまスケラだったらね、諦めてくれますよ。あ、メガナイトウォールブレイカーだこれ。バレル来たんだけど、ユウのプリンスメガナイトでメガナイトウォールブレイカーやろ、どう考えても。まあこれスケラ打ってもいい気もするんですけどね。一回ね、ポイズンで打っちゃう。エレキ、そうちょっと相手のデッキは分かんないうちはあんまりスケラ打たない方がいいですね。打った瞬間に、まあこのデッキだとガゴとか縦線とか、あとマザネクとかね出されて、わあもうそんなあるんかいっつって、そのなんかスケラが無駄になってカウンター受けて負けるみたいなのは結構チェーンスケラあるあるだと思うんですよ。それは自分がスケラ打ったからであって、スケラ打たなければそういった状況にはなんないんで、上手い人ほど引きこもります。はい、ネチネチ度が大切になってきます。なので、ああもうスケラ打っちゃいたいよっていう方はね、あのチェーンスケラ向いてません。はい、もう一生スケラ打たないでポイズンだけで勝てるみたいなネチネチタイプは向いてます。はい、相手もねちょっと攻められたくないっていうのがあり、すごい攻めてますね。まあこれもむずいっすよね。吹き矢にポイズンしたいんですよ。あ、あんまなんか怖いんで、はい、ビビります。これでいいんですよ。あ、てかゴブリンバレル持っとった相手のデッキ、え、洒落てね。はい、ということでこんな感じで、ほんと守ってなんかユニットの流れできたなと思ったらスケラ打てばいいと思うんですけど、まあ吹き矢いるんでねと思いながら吹き矢いるんでねと思いながらもうポイズンでこれで勝つ。吹き矢やだよ。ゴブリンバレルもあるんでね、あんまりこれこんなことばっかしてると。いやこのベビドラで勝てるんです。はい、まあ、本当に勝つためのプレーってなったらもうこれでいいですめちゃめちゃキモい立ち回りかもしれないんですけど、やっぱそれが正解みたいなとこあるんです。スケラ打つのがやっぱ負け筋にはなるんですけど、打っちゃおうかな。やっぱ打ったら打ったでね、やっぱチェーンスケラね、え、そんなダメージ入るんっていうぐらいダメージも入ってくれるんで。あれ、吹き矢がだいぶ働いたみたいで困っちゃうな。うん、よいしょ。いやめちゃスケラ打ちてえけど、さっき全然入んなかったっすね。やめとくかいやこのベビドラが入るだけで幸せなんですよ。で、あとは守る。なんとなく墓石後ろに置いとこうかなやばい、めっちゃ嫌な雨。やっぱキング起動が強い。えぐっ、ブッパ来てる。これ取れねえか、やべ、一体
研究優秀すぎ。なんか一級とか使ってたな。こっちも行ってあげて。さあフィーバーフィーバーフィーバー、え、あの吹きはしばくポイズン。おいおいおいウェイウェイ、エレキも出さないと。いやマジでね、結構守られてる方だと思います相手に。けどね、私も守ってるんでダメージ入ってないんですけど、相手のダメージも入ってないんでね、こうやってポイズンで、逃げ切るよと、これがチェーンスキャラです。最後3倍タイムスキャラ、まあ、打てたらどんどん打っていけばいい。はい、ちゅうことで、まあいろんな立ち回りありますけどね、まあこれは僕がなんかこう基本だと思ってるチェーンスキャラの立ち回りなんで、はい、ぜひスキャラは3倍タイムまで打たないんだと思いながらね、使ってみてください。続いて第4位、こちらエレジャイです。はい、ということでこちらもずっと最近強いんですけども、エレジャイの対策カードであるロケ砲が強化されたりだとか、まあフェニックスの火砲だったりとかで、ちょっとずつねエレジャイデッキが、まあ、気持ち苦しめな環境がね来てるんじゃないかなという感じなんですけど、まだまだ使えます。全然まだまだ、はい、いけますんで、まあ、やっていこうかなと思います。よろしく。まあこれは基本的になんだろうね、もう2種類ですよね。後ろからエレジャイ出して、もう後ろにゴルナイフェニックスつけるパターンもあれば、後ろからゴルナイフェニックス流して、ハシマエレジャイ、まあ、逆だだけ、それだけ、そんだけって感じですね。まあでもエレジャイも、なんか意外とチェーンスケだと似てるわけじゃないんですけど、同じような感じで、タワー折れないみたいなこともよくある。やっぱ相手に守られちゃうと、それこそ施設とかあったりするとね、エレジャイってなかなかやっぱ通んないんで、そういった時にライトニング削りで勝つっていうのもよくあると思います。はい、なんでタワーをね折れたらラッキーぐらいで、タワー折れないんだよなっていうのを思っておくと楽かもね。なんかデッキがすごい近そうですね。まあバルフリとかもありそうな顔してます相手が。ザ・カウンターデッキですよ、かエレジャイですね。そう、最近こういうボーラーバルーンフリーズとかボーラースケラフリーズとか、なんかカウンターデッキもちょっと増えたイメージがありますね。まあ出しちゃおう。おっ、チューンスケラじゃない？ナイトタルババでこんな待ってさある。さあチューンスケラ、ちょマジでまだったし間に合い。おトルネ使わせる、熱い。あー、いい防衛ですけども、さあ遅延スキャラですね。大体ナイト型だ。まあ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 意外とね頑張れはするんですけど、スキャラ受けはね嫌ですねこのデッキ。なんでこれスキャラ来たらドラゴン系なら止めるし、陸なら即逮捕。さあで耐えてですね、スケラのダメージをね頑張って抑えていかないと、これはちょっときついです。でこれ墓石遠いんでユニット追加で、なんとかならん。まあここにもう一回ねちょっと過剰にコスト使ってくれるんでね。いやめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。さあさあさあ、でまたさっきの感じを繰り返したい。さあ逮捕最強です。いやー逮捕と壊れまである。いやーめちゃくちゃいいタルババしちゃったよびっくりするぐらいいいタルババしちゃったっす。あボンバごめんごめん。さあこれはもうなんかやっちゃってると言ったところでね、まあなんかスケラをしっかりもう守る準備をしとく。エレジェはねスケラに気持ち弱いです。なんでそこの準備だけしとくと楽に勝てるかなと。続いて3位、ホグロケコちゃんです。はい、ロケ砲が強化ですね。あとマイティは加工されちゃったものの、まあまだまだ全然活躍できるかなと言ったところで、高回転ホグが今ねそこそこに強いですということで、まあ、ゴブリンがスケもありますし、ボムがインフェもあります。
そこはお任せいたします。はい、まあロケ校をねたくさん出せばいいのよ。ただそれだけなんです、本当に。まあクエイコグも極めたら最強クラスですからね。もううまい人たちの、上手な人たちの必須デッキだから豚つえ、最近俺思ってんすよ。ホグ加工しておくね。ホグ使いに怒られるかな。いやでも本当にちょっと思ってんすよ。エレキとか来んのめっちゃ来た。さあペッカラムっすね。一発あのマイティが、ああしっかり、ね、いやあのマイティでホグよりも削ってます。さあペッカラムか。まあ頑張って守ってこうぜという感じかな。ライトニングなんでね、まあまあ、ロケコがねラムの縄プラス雪玉とかでいかれちゃうのをゴブリンでなんかええ感じに延命したいよね。さあロケコは出し毒、まあ禁忌されちゃうかもですけど別に、なんか行ったら相手めっちゃ嫌そうだよ。ああちょっとねタイミングをねずらしながらのね、うん、いやまだ俺キング起動されてないのでかいっすね。なんかホグ投げてもいいんですけど結局ラムで簡単に守られるしなと思いながらずっとマイティーホグで今攻めてるんですけど、まあフェイクマジで腐んな。ケツペッカかぶんない。あーいやでかケツラムとかぶる。さすがにここにライトはドヤンじゃない。あーなるほどね、これ行ってもいいかもね。削りたくね。いやーロケ行こう。あんましゃしゃんなよ。いいねいいね。あーそれ強いな。あでもライト使ったんでこれ美味しいっすね。いやー雪玉強え。からの行っていきました。ユキが回んない。うわー今なんか打てばよかったっすね。なんかいやーこれはもうどうでもいい右サイド。なぜなら折れない。ラムライダーを無視してもねタワーは折れません。はい、ということでホグ飛ばして、はい、勝ってく。まあロケコやっぱ強いんでね、一番危険なねロケコとボムがライトで破壊されるのだけ警戒しとけばナイス。続いて第2位エレポンゴレ。はい、こちらもザ環境型ですね。なんかいろいろ中身変わりながらこれも長い間生きてる気がするんですけども、まあ、今ヒーラースケドラ強いんでね、はい、このデッキは使われすぎてる、流行りすぎてる、よく負けるこのデッキに、ということでやっていきますか。まあなんか環境変わればね、それこそスケドラじゃなくてフェニックスとか、まあ、ベビドラとかにしたり、リクモネヒーラーじゃなくて何エリババーとかダクプリーとかでもね、はい、全然使われるんで、まあ、今の環境はこの方だし、この方じゃなくても全然参るかなといったところで、うわータイトルでいけー。さあゴーストユーのゴブリンは珍しいね。これドリルかもね。本気ぶっぱドリルの可能性あるんでエリポンで頑張ろう。さあ近畿して熱いねこの流れ。これもしかしてゴーレムいらないんじゃないっていう可能性あります。もしかしたら、もしかしたらね。いやもうやっちゃおう。なんかマジアちゃいなかったら相手、まあインフェの可能性あるんですけどボムの線濃いんですよね。そしたらもうスケドラで
天国になる。まあ、インフだったらまあどんまい。さあボム、いやスケドラ最強っすよ。あでもトルネがあんのかこれ。ヒーラーで頑張れ。あーマジこのヘナチョコヒーラー絶対いらんわ。エリポン見たら幸せだったっすよね今、間違いなく。まあキング起動してるんで、まあ、まあ、あれなんとも微妙なトルネした。えっうさあまあ陸ぶっぱデッキなんでね、1本こっちも折っちゃって11交換の線もまあややあるってか、ボムマジアチャ取るねか、マジ鉄壁だな。一応守るっていう、まあヒーラーでね。あー守ってくんのか。頑張れマジアジトルネ、強いスケドラ頑張ってる。ヒーロー、え逆逆なんそれ。そうスケドラが一生吹いてる。さあなんで左もちょっと圏内になってる。はい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 、これよ、このゴリ押しよ、これが環境の強さでさえ強化された恩恵で勝っていく。強化前だったらさすがに守られてた気はしましたね。まあやっぱ強いデッキ使うのはねめちゃくちゃ大事です、っていうのがね今の試合でしたね。ということでラスト第1位マジアチャオールブレイカーです。はい、このデッキはね、まあ、前シーズンマジアチャオールブレイカーで世界1位を取られたプレイヤーもいるということで可能性の塊デッキでさえ、もう極めてしまえば全てのデッキに勝てると言ってもね、本当に。まあよくラバル5とかにはね、僕は負けるんですけども、本当にザ最強っていうデッキなんで、まあ極めるなら今はこのデッキかなということで皆さん触れてみてください。では行きましょう。まあこちらも形はナイトヤリゴブじゃなくてバルキリースケか、の方もあります。どっちが正解は難しい。どっちも強い。けど最近はなんかこのナイトヤリゴブの方がちょっといるイメージがありますね。さあラバか遅延スケラで、まあ遅延両方あるなこれ、いや遅延スケラですね。はい、なのでこれは宝石がない。アイビス取るね、いやはみ出てる。チェーンスからですねのスケキン型ね。まあヤリゴブマジアチャがスケラにはちょっと強いので、あと自分から結構ゴリゴリ攻めた方がいいかもっすね。相手のベビドラ流れてきたらトルネマジアチャでキング起動したいんですけど、ヤリゴブ頑張りすぎてんの、あそこまで行かれちゃうと近畿できないっすね。え、マジ近畿したいな、早めに。正直。おおうーい。なんかいい感じだった。まあ、ボム、ボムでもいいんですけどね。ボムでよかったか。ナイトボッコボコにされてんだけど、かわいそうだな。ボムでよかったかもっす。タル来るかな、ないか。あリップめっちゃチャンス。ちょっと不器用ながらできたんで許してください。はい、ってことで近畿できたのはめちゃくちゃでかいです。これも逆にシフトチェンジしていきます。こっからも相手の攻め入らないっすよ。あれあれ
もう行きまくります。しっかり警戒してね。あー、そっちやっちゃうか。さあ、しっかり相手も警戒してる。いやー、もうこれ最強ですよ。で、右サイド、これ無視できるですよ。お、入りそう。うん、2体とも。さあ、もうイケイケですよ。イケ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 、マジアチャ取るね。これです。諦めたか。諦めてない。さあ、強制延命ぶち抜き、やばすぎ。はい、マジアチャ強すぎます。まあ、スケラにはね、マジ金軌道さえしてしまえばあとは楽になるんじゃないかなと。マジで強えな。マジで強いね。あと勝った時気持ちよすぎてやばい。マジロマンデッキっちゃロマンデッキかな。最後の最後にね、2000ダメージひっくり返すとかも当たり前なんかな。あー、マジキング軌道して回します。打った、当たんな。無理やり回して、あー、コウモリいんの嫌だね。まあ、キング起動したんでね、止まってくれ。いやいや、浮き玉打たれるけど全然いいよ。オッケー。さあ、でまずさ、もう何施設取るね。でバルーンは引いた時点で勝ち確なんすよ。まあ、ほぼね。まあ、なんか負ける可能性あるかもだけど、バルーンはほぼ勝ち確でしょ。その時点でやばいよね。で、呪文持ってない相手にはマジアチャ一生残るんで、ぶっちぎり勝ち確じゃないですか。で、呪文削りとかディガーの削り対決もマジアチャあるんで勝ち確じゃないですか。で、ホグライダーもマジアチャ取るなるんで勝ち確じゃないですか。もう全部勝ち確やん。え、待って待って、バグやろお前。ナイトがサボってんね。入らないよ。いや、なんかマスケがめっちゃ入ってたな。なんで、まあ、雪来るんで、あの2体目が入る感じの理想のディガーです。あ、雪じゃなかったけど、あー、これです。呪文一句だと1体入りを遅れてディガー、まあ、なんか痛えな。ランバル、ザ昔のランバルっすね。負け筋マスケだけっすね。もうそれ以外相手のダメージ雪玉しか入らないんで、まあでもちょっとやだな、このダメージが。タルが来そう。さあ、まあ許容しながら左サイドはダメージ受けていいんでね。マジで入りそう。いやー、いいよ。もう流れがね、来すぎてる。マジでこっちサイド最強です。相手のマスケだけね。このバルーンバカをね、許すかどうかなんですけど。まあ時間が間に合うなら大丈夫。俺は勝負あと時間っすね。まあ、右はね、あえて気ずらしてね。右じゃね、左か。おー、怖いね、お兄ちゃん。え、なんで。サーちゃん広すぎね。
やべ、これマジアチャが当たるのよくねえな。そう、めっちゃ少しずつ追い上げてます。さっきまでやんなかったんでね、ここに来ていく。さあ、もう相手も焦っちゃうよね。本気でいきます。おぼい、やばくね。はい、ってことでもっと綺麗にね、マジストルネ抜きたいんですけどね。しっかりたる雪でね、経験されてました。まあでも本当に変なことしなけりゃやっぱバルーン通んないんでね。ということで、5位スケラ、4位エルジャイ、3位ホグ、2位ゴレイ、1位マジストルネ。ぜひ参考にしてみてね。ではお疲れ様でした。またね。